君のそのもじゃもじゃ頭結構特徴的だ。僕が犯人だと疑われてるということですか？真実って何ですか？人は主観でしか物を見られない。子供を産んだら女性は変わると言いましたよね。当たり前です。ちょっと目を離したら死んでしまう生き物を育てるんです。問題なのはあなたが一緒に変わってないことです。真実は人の数だけあるんですよ。お前一体何なんだ。親のすねかじりで働いたこともないただの学生ですよ。ミステリーという勿れ成人の日スタート。性格悪いって言われないか。フライデー